はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は稲葉八段対佐藤康光九段の王将戦二次予選準決勝のハイライトをやらせていただきます。先手が稲葉八段、後手が佐藤康光九段で、康光九段が坂田流向かい飛車を採用しました。三三金型、非常に面白い珍しい出だしですね。アマチュアの方だと結構得意にしている方もいらっしゃるんですけど、プロ棋士の、しかも A 級棋士の先生がやるっていうのはなかなかお目にかかれませんので、非常に興味深く見ておりました。康光九段は6二銀型と3三金型で戦っていきます。稲葉八段は比較的オーソドックスな現代調の戦い方を見せました。そして28手目ですね、康光九段が6五銀と7六の歩を取りに行きました。稲葉八段は当然7七銀と拒否するんですが、そこで8二玉と何事もなかったように駒組みをしていきます。そして稲葉八段6八金とコンパクトにまとめました。そして7二金7五歩と稲葉八段が、ここの歩をついて、主張していきました。そして康光九段は6四歩とつきまして、以下2九飛車と駒組みが続いていきます。ただここで7四歩と、佐藤康光九段が仕掛けていきました。これ一見すると本譜のこの6六歩、5四銀、7四歩で一歩損してしまうんですが、そこで6三銀引きとして、7四の歩を取れば大丈夫と見ているわけですね。でそこで稲葉八段は7六銀と立ちました。これも非常に力強い一着で、ここでは評価値的に言うとわずかに7四銀に7五歩の位が大きく、先手に200点ほど、パーセンテージでいうと 55% ほど触れているという状況でした。以下、5六歩とつきまして、7三銀8六歩と駒組みが進行していきます。そして、ここから穏やかに駒組み続いていくと思ったんですが、なんと康光九段はここから7四歩と凄まじいところから仕掛けていきました。ちょっとこれ一瞬目を疑いました。8四歩、2歩入力し忘れたかなと思ってしまうぐらいびっくりした一着でした。で、稲葉八段も同歩と取りまして、同銀すぐと進行します。同銀左だともう一回7五歩と打つ手もあって、ちょっと何をやっているのかわからなくなってしまうので、この同銀すぐがすごい手ですね。これで、ぱっと見7五歩と打って先手がやれそうなんですが、後手も切り返しがあっていけると見ているわけですね。で実戦は稲葉八段、長考の末に7五歩を打たず4五歩とついていったんですが、逆に後手から7五の位を抑えて、むしろ後手が気持ち的にさせる展開となっていきました。簡単に言うと7五歩と打っていれば先手が200点ほどプラス、逆に4五歩だったので、ほとんど互角の形勢になったと、そういう状況ですね。で実戦の前にまず7五歩の変化から見ていきます。これに対しては同銀と取ります。同銀で銀得の先手が優勢に見えるんですが、7四歩と銀を取り返してどうなるかというところですね。ここからいろんな選択肢があるんですが、一例として3一角と打つ手を見てみます。これに対して仮に5二飛車なら6一銀と割り打ちの銀で7二の金を拾っていって、先手が優勢になります。ただ3二飛車とあえてこの5三地点にならせて、3二飛車に5三角成と、なった時に7五歩と取って、次の6二銀打ちなどを見せて馬が意外と狭いというのが、後手の主張ポイントというわけですね。この展開なら、若干評価値的には先手がプラスではあるものの、例えば4三銀に対しては6二飛車とかわすすごい手がありまして、同馬同金の時にちょっとこの4三の銀が助けづらいかなという展開で、実戦心理としてはかなり指しづらいかもしれません。一例として2二飛車には7二金とかわしておきまして、やっぱりちょっとこの4三の銀の処理方法が難しいですね。例えば、5二銀ならずなどと活用していくと3二角と打たれて、ほっとけば次3一角とか3一銀で2二の飛車を取られてしまうと、こういう展開があってちょっと先手としては躊躇したのかなと推測しております。ということで、7五歩と打つ手も非常に有力だったんですが、実戦は稲葉八段が4五歩とついていきました。
ここで逆に後手が7五歩と打っていきまして、6七銀と引かせて、銀の形が美しく十分な体勢を築いていきました。まあ、この辺は安光九段の気合勝ちという感じですね。そして佐藤九段は3五歩とここで突き捨てを入れていきました。これまた巧妙な一着で後々かなり効いてきます。で同歩と取らせて一転して8四歩と、こちらを突いていきました。まあ、将来的に8五歩から、ガンガン攻めていこうという形ですね。そして稲葉八段は1六歩と一旦端歩を突いて待機していきます。まあ、後手が何か隙を見せれば、3一角などでガンガン攻めていこうという一着ですね。そして後手は7三桂と貯めていきました。でこのタイミングで2四歩と襲いかかっていきます。で同歩に3一角といよいよ狙い筋を決行しました。3一角に仮に5二飛車なら4四歩と取り込んで次の4五桂を狙って先手が十分になるという展開になっております。ただここで安光九段があえて3二飛車と5三に鳴らせたのが攻守で、後手ペースの戦いとなっていきました。まあ、結果的にこの3一角の筋がちょっと無理筋だったというわけですね。以下5三角成に5二歩と巧妙に馬を殺して、後手ペースの戦いとなっていきます。以下4四馬同金同歩と4三歩成を狙ってさばいていったんですが、構わず3五飛車と取ったのが攻守でした。これで場合によっては3三飛車と引いて4三歩成を消すという手段もあるわけですね。またほっとけば次3六歩と打たれて非常に厳しくなると、まあ、いろんなことを考えた末に稲葉八段は4六金と手厚く打っていきます。でここから3四飛車と一つだけ引いたのがこれまたうまい手でした。まあ、4三歩成はそんなに大したことがないと見ているわけですね。でどこかで5四角と打つような筋もあるので非常に、先手としては、まあ、5四角から8七角打ちや3六歩と、そういう手も潜在的にすごく嫌な筋となっております。ということで実戦4五金と一旦このラインに出ていきました。で以下3一飛車に3四歩と飛車を抑え込んで3六歩を消しつつ4三歩成を狙っていきました。ただ安光九段ここから歩成を受けずに6五歩と突いていきます。これがまた味のいい一着ですね。例えばここから4三歩成なら8五歩と、さらにこちらも突いて波状攻撃を加えていこうと、こういう構想がありました。この時にあんまりこのと金がそこまで効いていないかなという感じになっております。まあ、ということで、まあ、ちょっと実戦は4三歩成を見送って1回7七歩と辛抱の歩を打っていきました。まあ、これまた粘り強い一着ですね。まあ、そして実戦は6六歩同銀に6五銀と、これまた強手が出ました。以下同銀同桂と安光九段が絶好調のさばきを入れていきました。まあ、こういう展開になった時に、ずっと前に突き捨てたこの3筋ですね、いつでも3六歩同銀の突き捨てが入って、この4七の銀をそっぽに行かせられるという権利を持っているというのが大きいですね。で実戦は6六銀と打ちまして、ここから4六歩とこれまた味のいい一着が入りました。まあ、同銀だとどこかで4七銀同金3八角とそういう手を狙われる可能性もあるということで同金と取りました。まあ、そして8五歩と、右を攻めたかと思えば逆方向から攻めていきます。仮にこれ6五銀と桂を取れば6四歩と、銀を取って後手がリードを拡大できるという読みですね。なので、実戦はここから6四歩と逆に打っていきまして、同銀と取らせて4三歩成と、と金を作って開き直りました。ただ8六歩が厳しいですね。放っておくと次8七角などがありますので8八歩と受けるんですが、7六歩と突き出しまして同歩の時に9三角と自陣から打っていたのが攻防に効く素晴らしい一着でした。なかなか見えづらい非凡な着想ですね。さすが安光九段という一手で、これが6六の銀取りかつ遠く4八の金を睨んだ攻防の名手となりました。そして以下6七歩に対して7七歩と強烈なサビが入ります。
逃げるとちょっと拠点が強すぎて持たないということで同桂と取るんですが、同桂成がまたきついですね。同銀と取ると4八の金が取られちゃうので同金しかないんですが、大きく形が乱れてしまいました。そして以下6五歩と打ちまして、5七銀と引かせて8五桂と打っていきます。8六金なら7七銀と打ち込む手があって、金がちょっと逃げられない形となりました。稲葉八段は仕方なく4四とと、まあ、飛車のさばきを封じつつ5四とを見せてチャンスを待つんですが、5七角成とさっぱりと切っていたのが決め手となりました。本当に見事な組み立てですね。同金に4八角で、金桂両取りになります。4九桂とか受けちゃうと、まあ5九角成と裏側から潜り込まれて、ほとんど受けなしになっちゃうと、そういう恐ろしい展開もありました。ということで実戦は5八銀と桂馬を犠牲に戦っていくんですが、3七角成が次の7七桂成から8五桂を見せた厳しい一着となります。仕方なく6九桂と打つんですが、7七桂成と取られまして、仮にこれ同玉だと7九銀と打つ手が次の6八銀打ちや8五桂を見せた縛りの手筋で受けなしになってしまいます。まあ、ということで同桂と応じるんですが、そこで8七銀と打たれて一気に寄り筋となって、ここで稲葉八段無念の投了となりました。本当に切れ味抜群、素晴らしい寄せでしたね。以下王様かわすと7八金で、馬が効いて逃げる場所がありませんので同歩と取るしかないんですが、同歩なり同玉8六歩と打ちます。で7八玉は8七銀から、どこにかわしても7八金まで詰んじゃうので同玉と取るしかないんですが、7四桂と打ちます。で9七玉なら8六金、8八玉、8七銀、7九玉と下段に落として7七金で受けなしになって、負けというわけですね。例えば8九銀とか打っても、まあ、8八歩と打たれまして、同銀なら7八銀なり、ほっといても8九歩成から簡単に詰まされて終わってしまうということで、ちょっともうここまで指しても意味がないということで、稲葉八段はこの8七銀と打たれた時に潔く自玉の必死の筋を見抜いて投了となったわけですね。本当に110手康光九段が坂田流向かい飛車から快勝したという将棋でした。まあ、なかなか最近は振り飛車がトッププロ同士の戦いだと苦戦気味なんですが、そうした不利を跳ね返した康光九段の素晴らしい名局だったと思います。これで勝った康光九段は決勝戦で糸谷八段対黒沢六段の勝者と王将リーグ入りをかけて戦うということになりました。ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。